はい、パート4始めていきたいと思います。相変わらずのダイスです。さあ行きましょう。前回同様ね。さあサイコロが今私の目の前にあります。相棒はロゼッタで、さてどうしよっかな。まあいつも通りダメにちょっと変えてみますか。さあ行きましょう。はい、50秒です。なんだろうねこの50秒率。あ、でも恵まれてるコースには今恵まれてる。見えよっかね。メンツはまたいつものルイージーがいる。人気だなぁ。おい、あでも一応主人公いるんだ。あそして家主もいるね。さて初の試みっちゃ初の試み、まあパート4だからそれ総内にはいいと思いますけども、さあ50秒間トークですけども、でも今言ったところ1位ワリオか。ワリオがいいところはんか。で何があったんでしょうね、さっきの混戦でキノピコとかノコノコいろいろとぐちぐちになってるけど。さあ未だにワリオが1位で、後ろがなんか軽量級で争ってますね。カメと骨とキノコ。あ、ベビールイージー、ホワイト頑張る子だなおい。それに引き換えね、ルイージーはあんなところにこれもうやばいですよ。もうみんな飛ぶ間際もうドスになって過ぎてるよ。あ飛んだ。あやべえ。いやでもやっぱり加速がいいね、ワリオバイクは。もうスタートダッシュ早いもん。さあこれ可愛く吠え、可愛くチコが叫ぶ。そう私は華麗に飛ぶ。そしてあっしゃー。さあ一体どうなることやろ。これは飛んでやばいやばいやばい。うねえよ。やっぱこういう時はこういうのがね一番いいんだからね。熱い熱い。ちょっとね曲がり方忘れちゃってるよ、ワリオバイクの。とりあえずトン。責任感は問われません。はい行きましょう。安心して走れることを願いたいですね、次こそ。まあそのためにはやっぱりキラが、そうこの人が来ると始まらない。さあこれがどう出るかが欲しい。ね、順位をね左右するんですけど危ない。途中で切れたらもう終わりだぞ。よいしょーと。あやべ、アップね、忘れてた。そうだった、ここでドリフトしてんだもんな。もうすっかりあのねあのバイクの曲がり方に慣れちゃって。危ねえ危ねえ。危ないよドスンさん、そこにいたら全くもうダブー。あいた、意外といけるもんだね、このワリオバイクでも。ねえ、クッパさん。ねえ、クッパさん。待てや、こら。待て、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 あ、ルイジ。まあいいや、あれは。あれはほっとこう。今はクッパを仕留めただけでも嬉しいって思っとこう。ねえ、ルイジは犠牲になったんだって思いながら。そして、発射！よし。いいぞ、いいぞーって、あばばば。何半。あ俺今何がしたかったんだろうが。あとりあえずそこ、あーちくしょう、よいしょーっと。よし、いけ。俺にとっては天敵だけど、いい働きだ。なんか来てる、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 なんか来てる。危なかった。さあバナナを、いいガードだ。いいね。今日はなんか幸先がいいよ。危なかった。よしよし。すごいね。こうやって直立できるのがすごいよ、このバイクで。というわけで、次のレース行こう。次どこだい？頼む。いいとこで。いいとこって言ってもな。まあ、なんだろう。微妙なところ。微妙なラインナップだよ、これ。
どうしよう、勝てるかな。ドン、うん、痛い。なんだよ、中学生ルイージやんのやろ、ほんとに。いや、ルイージ、相変わらず、お、何があったんだ。ああ、なるほど、ルイージ、キラー使ったとか。キラー使って、なんであんな、あんなとこにいた、あいつ。あれ、また落ちた。所詮、ルイージはルイージだったと。ベビールイージはね、可愛いから、そうやって、ね、1位になれるってことですね。なんともまあ、虚しい弟でしょうか。子供の頃はね、うなぎ登りのように株が急上昇だけど、大人になった瞬間に落ちたんでしょうね。そして私の目の前には何か火の玉が落ちている。そして抜かれた。おい、どうしろってんだよ、このさ。ああ。すいませんね、怒りのあまりに何かがね。待って、なんで、なんで、なんでシャークあっち、あっちにスター行ってね、俺のとこにはこれしか来ないの。俺中2だよ、一応。頼むよ、俺もう、ほんと、やばいって、この獣医さんは。本当にもう、ああ、アイテム取れなかった。まあいいや。ちょっと待って、こっち来んな、こっち来んな、こっち来んな。俺一応12なんだか。私は12なんだぞ、私は。そしてアイテムが取れない。私はアイテムが取れない、12なんだぞ、おい、ちょ。あっしゃー、これで一気に差を詰めたいね。そしてベビールイージーなんだろうね。もう3周目か。これやばくね。火の玉消えてくれたら嬉しいんだけどさ、俺もうさ、順位的にやばくね。順位とさ、差的に。せめてさ、うん、そうだな。せめてあそこの脇役くん、うん、そこ抜こう。そこ抜きたいのも山だったんだけどね、アイテムが取れない時点でもう俺なんか終わりそうな気がするんだよな。ババ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 バー。やばいよ、やばいよこれ、やばい、言葉がやばいしか出てこない。とりあえずあそこのチンパンジー、うん、おい、チンパンジー頼むから、そこ、ちょっと危ねえ。ひなたまいた、チンパンジー頼むから、もうさ、来た、これ先陣切ってここを駆け抜ける。よし、もらった、よし。意外と抜けるね。よっしゃ、主役抜いた。なんだろうこの嬉しさ。お、意外と接戦。よし、次1位取れば俺は勝てるんだな。頼むよ、来てください。1位取れないですね。うん、うん、予想はしてたけど、うん、なんか虚しいね。でも頑張ろう。1位じゃなくても、うん、サインは狙いたいけど、せめて12位抜きたいな。このコースで痛いな。なんだよあの帽子、本当に2人揃って。なんだよ MLW、 本当にキノコ抜いたところで何がいいんだよ、本当に。やばいね。なんだろうね、成績が悪いことによってどんどん口が悪くなってくるね。ルイージが意外と天神を切ってるぞ。ワリオが5位か。そしてのこのこ骨クッパディディと、あー、なるほどね。下の文字が虚しくも見えてしまう。くっそー。ね、ほんとに、あー、早くね、早くね。あ、ちょっと、お前らお前ら、俺を除外か。ひどいものを見せられた。何、俺コース外からスタート。ひどい話じゃねえか、俺が何しとってんだよ、本当によ。とりあえず行く。わーい、もうダメだこれ。逆走しちゃってるよ。うん、このぐだりっぷり、うん、なんとも、まあすごいね。とりあえずね、頭きたからね、こう、うん、うん、あて、画面のミスり用だろうね。画面のズレ用によってもとんでもないミスをしでかす。今何も無修正ですけど、うん、普通になんだろうか、ワンワンにぶつかったね、うん、あれ言い訳するとしたら単なるボミスですよ。そして一つあった。
ドリフトし忘れた。もうダメだこれ本当に。また画面に乱れが、大丈夫大丈夫だ。音ずれですかね。絵ずれもありますね。ずれって嫌ですね本当に。これだと何もできるしね。ルイージ抜いたところでね、11位ですよ。多分もうルイージがゴールしたところで私終わりですよ。ほら。バグと言いますか、なんと言いますか。うん。はい。パソコンがね、なんとも言えねえ。とりあえず、はい。今回の順位は、パソコンが不調じゃなかったらいけたんですけどね。まあ言い訳しても仕方ない。というわけでパート4終わります。ありがとうございました。